エリザベス・ベッツィ・デボスは、アメリカ合衆国の政治家、大富豪、実業家、事前活動家、教育活動家。ドナルド・トランプ政権にて、第11代アメリカ合衆国教育長官を務めた。ミシガン共和党内の様々な社会的、文化的、政治的活動で、指導的地位にあり、ミシガン共和党委員長も数年間経験するなど、多くの役職についていた。 また、ウィンドクエストグループ、ディックベッツデボスファミリー財団、アメリカンフェデレーション・フォー・チルドレンの代表でもあり、ジョン・ F ・ケネディセンター内のデボス芸術管理研究所の理事も務めている。長年の共和党献金者で、2016年、アメリカ合衆国大統領選挙で、共和党の候補に320万ドルを寄付したとされる。1958年1月8日に、 ミシガン州ホランドで、ドイツ系で、実業家の奥万長者である、エルザ・プリンスとエドガー・プリンスの娘として、エリザベス・プリンスの出生名で成長する。弟は、ブラックウォーター・ USA の創業者で有名な、エリック・プリンスであった。ミシガン州、ホランドのホランド・キリスト教学校で学ぶ。ミシガン州のグランド・ラピッツに所在する、カルバン大学で、文学史を得た。大学では、 キャンパス政策に関わったと語る。1980年代に、ディック・デボスと結婚している。ディックはアムワイ創業家の御蔵氏で、その親会社である、アルティコアを1993年から2002年まで経営し、2006年には、共和党から、ミシガン州知事候補として2006年に出馬した、経歴を持つ。デボス一家は、ミシガン州で最も富裕な家族であった。 2016年11月23日にドナルド・トランプ次期大統領により次期教育長官に指名されたことが発表された。アメリカ合衆国上院の校長会では公立学校に関わった経験が少ないことが指摘され民主党から低所得層に不利な形での学校民営化を支持している基本的な教育法や教育問題を理解していない自身の党首との間で 利益相反が生じる恐れなどが指摘され、委員会では2017年1月31日に賛成12、反対11と僅差の採決であった。2017年2月7日にアメリカ合衆国上院において賛成50対反対50の同数だったが、マイク・ペンス副大統領の議長決裁表で過労死て承認された。閣僚の指名に副大統領の議長決が、 使われたのは史上初めてである。そしてこの日をもって第11代アメリカ合衆国教育長官に就任した。2021年1月7日にトランプ大統領の支持者が連邦議会議事堂を選挙した事件を受け、トランプ大統領にあなたのレトリックが今回の事態に影響を与えたことは間違いないと記した書簡を送り、8日付での辞任を表明した。 ありがとうございます。